お前は個人の枠組みで動いていると思っていたが、人間ごときの枠組みに飲み込まれるつもりかと言っているのだ。初心からずれたな、エルマ。失望したぞ。見苦しさに耐えられん。お前を殺して人間どもを夢から覚ましてやる。言わせておけば、やれるものならやってみろ。私だって分かっていた。これは良くない流れだなと。だけどしょうがないじゃないか。彼らが持ってくる料理がとても美味しかったのだから。こいつ強っ。私たちは決定的に道を違えたのです。はあ、壮大なようなみみっちいような。結局私もそれ以降は調和勢の拠点に戻って人とは関わってこなかった。喧嘩するほど仲がいいってやつだね。小林さん、今の話を聞いていたんですか？そうだぞ小林さん、完全な平行線なのだ。そうかな。ここではトールはおとなしいし、エルマだって人を導く前に仕事で手一杯だしね。ここだったらいがみ合わなくていいんじゃない？小林さん、どうしてそうなってるかわからないんですか？え？うまい飯があるからだよな。トールも私も食いしん坊なのだ。やっぱりあなたとは合いません。何を？何かというと食べ物に釣られて。人間を理解するためには人間の文化を味わうのが一番だろ。あなたは結局食い意地が張ってるだけでしょ。そっちだって人間の食事にすっかり馴染んでいるだろ。お互いの内面を知るほど距離が近づいて、認めない部分は戦って削り合って。私もこういう友達欲しかったな。